向かいますか？出発ですね。さすがに暑いわね。さっさと先に進みましょう。戻ってきたわね。ソフィー、お願いしていいですか？うん。夢空の妃のところへ行きましょう。大丈夫、絶対うまくいくわ。うん。これをここにっと。急に大きい音が来るとびっくりするよね。てやってやっ、えい、そーっとそーっと。爆発したら大変だからね。えい、これでいいのか？薄い。あそこが弱点だ。ソフィー、後に続くぞ。これでどうだ。私なら弱点をつけそう。に続くぜ、ナミゼル。敵を燃やすぞ。逃がした死ねえよ。楽勝楽勝。うん、てやっ。うわ、なんか強そう。オーラの弱点が分かりました。ソフィー、任せてくれますか？後に続くぞ。一緒に行動しない？これを持って帰るのか？俺様は荷物持ちじゃねえぞ。さあ、何を覚えよう。新しい力だね。力が溢れてくるよ。新たな技術身につけましょう。これが私、強くなっちゃうわよ。はいはい、あたしあたし。わー、すごい。よし、やってやるぜ。いいんじゃねえか。さすが俺様。さらなる高みへ。力があれば、鍛錬の成果だ。
よし、強くなっちゃうよ。素材発見。この調子でどんどん集めるわよ。いよいしょ。よし、これなら。いよいよいしょ、発見。これこれ、これをここにっと。これって素材だよな。てやっ、いっけー、いっけー。武器や道具を作ったり直したりするから、どこに行っても鉱石は需要あるんだよね。このような素材が錬金術に役立つとは。傷つけないように使わないといかんな。入ってのは厄介だよな。いよい、重いし、こぼれるし、頭痛くなるぜ。いっけー。今どれだけあっても困らない。持てるだけ。よし、頑張っていこう。オーラが薄い。あそこが弱点だ。力を見せちゃうよ。オッケー、あれだね。それ。おっきなタール。やっと。ないない、ずっと。それじゃあ一緒に。ぐさっと一突き。弱点か。私が行こうか。あれ、無理はするな。倒れて。さあ。覚悟はできた。使えそうだ。オリアス、行くわよ。逃がしゃしねえよ。綺麗に決まったね。二人の大勝利。また強くなっちまったぜ。ここにっと。発見。何かに
石って、マジで石じゃねえか。持って帰るの大変なんだぞ。ったく。武器や防具に加工できないだろうか。ねえねえ、よいしょ。鉱石ね。ダメだ、わかんねえ。普通の石ころにしか見えねえわ。重いっきり。これはすごい素材です。使うのに緊張しそうですね。爆弾作りにはこれがなくちゃね。と、こんなところに温泉？どうやら火山の熱で温められた地下水が溢れてきているようですね。なかなか良さそうじゃない。火山を見ながら浸かるなんて風流な感じでもないか。まあ汗を流すのにはちょうどいいわね。でも何にも準備してきてないよ。水着持ち歩くべきだったな。女ってのは大変だな。ディーボルト、俺たちだけでも入ろうぜ。そういうわけにもいかんだろう。それに今は先を急いでいるんだ。温泉はまた別の機会に来るとしよう。そうね、先を急ぎましょう。よいしょ。火薬余ったら俺にも回してくれ。銃弾作るのに使うんでな。異空間への入り口をこんなにも簡単に作ってしまうとは。神様の力ってのはすごすぎてわけわかんねえぜ。褒めても何も出ないわよ。この向こうが夢の核がある空間ってことは、異常を起こしている原因もあるってことよね。やはり魔物でしょうか。わからない。異常を感じるだけで何が起きているかまではわからないから。みんな準備はいいよね。